やっと、おっと、おっと、エラーだよな、ヒット。ワーコンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はマイライフ、おじの続きやっていきたいと思います。今日はコメントに書いてあった交流戦の順位確認していきたいと思います。おじいがいる巨人16勝2敗圧勝しております。そして上位5球団全てセリーグ、阪神だけが下にいる10位ということで、セリーグが圧勝したこの年ということで、まだシリーズは中盤戦、まだまだおじい今年は打っていきたいと思います。今日も元気よくおじいやっていきましょう。では早速試合いきたいと思います。今日は久しぶりになりきりプレイやってみようかな。さあ行くぞ、勝つぞ、さあ行こうぜ、打とうぜ。第一打席、そうだ、打率が6割を切ってしまったんだな。打っていこう。客少な、伝統の一戦だぞ。雨だからか、めっちゃ客少ねえじゃん、やばくない？ライトスタンド、レフトスタンド少なすぎる。いやー、なんでだ、なんでこんな少ないんだ。阪神のホームだからとかそういうのは関係ないだろ。さあおじいの守備を見せてやる。ファーボールはやめろよ、つまらねえぞ。おい、さてと第2打席満塁、 OK。 さあ打とう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 、打て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 、おい。さあ中間守備になっている。こいや、ハイボール、甘い球、カモン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 、おい、スプリットね。スプリットが3かな、スプリット。おっと、ファーボールでもいいのだが打点を稼ぎたい。うわー、打て打て、今の打て、フルカウント、よし、よく見た、よく見たが、さあ第3打席、全然守りがねえ。はい、あ、ピッチャー変わったね。4-2-3、ボール。さあ風は逆風4メートル。いやー、スライダーだったら打ちに行ったけどね。さあてと、おーっと入ってる、オッケーオッケー。やっとボール球だよ、超えないか超えないか、3つ行こう3つ行こう、3ついった、ゴー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 、オッケー、すらしろよ、素晴らしいランダー。さあ、おっと、またまたチャンス、得点圏でね、やっぱ打ちたいよね。よし、これはどうだどうだ、行く、よーし、ペン直、いや、2で止めて、あとシングルでサイクルヒットだな。シングル狙うかね。さあ打とうか、望月さん、よっしゃ、はい、サイクルヒット。なりきりプレイで守備してないのにな。せーの、いった、バット、打った、戻る戻る戻る、あー、いやー、待て待て待て、打つだけなんだが守りがないぞ。まあ多分ね、最後9回ツーアウトで多分あるとは思う。よし、ダメか、入れ入れ入れ、よし、イエーイ、チャンスで打った、これ。あー、待って待って、打点6打点っていうのをやりたかったな。うわー、足んないね、ミッション、チャンスを任せっていうの、あれ満塁ホームラン打ってればいったのにな。いや、大暴れすぎるだろ、 155m。 さあ最後守備が来ましたね、よかったよかった。さあ抑えよう、ボールが飛んでこない、飛んでこないで終わる、つまらねえな。はい、サイクルヒット達成、アザース。まさかの大暴れだったね、ホームラン3本打ちつつのサイクルヒット、やばいだろ。でファーボールもあったしね、オッケーオッケー、8回9回のホームランと、アザース。リーグ最速の200安打達成、お、いいね、盗塁経験値、スチールスパイクがやっと働いた。あ、達成、あれ、そんな打ってた、あれ6打点だよね、打ってたっけ。スローイングスパイク、まあいらないけどね、
もうストライク送球のミッションは終わっているんだ。さて新しいミッションか。最強助と並べデイリースラッガーチャンスを任せ丸に。これはちょっとやめておきましょうか。スルーしましょう。いいえ、やめておきます。そしてなんだ。さてパワフルスポーツの時間。あ、6月が終わったのね。21勝1敗。その1敗ってさ、この前ささよなら負けしたね、1敗じゃないか。強すぎるなこの巨人は。 OK です。おっと電話。佐藤だね。月間 MVP おめでとう。ありがとう。ではブログ書きたいと思います。今月1回目。お、なんか新しいのある。え、ご当地の郷土料理について書く。いいじゃん、ちょっと面白いね。早速ですが、他にもおじいさんに食べてほしいものがいっぱいあります。楽しんでくださいね。待って、ここさカニ鍋屋じゃなかったっけ。超通ったよなカニ鍋屋。ということで今度は通常プレイで。さあまたまた打つぞ。ランナー一塁ね。オッケー、スローさ。おい、あぶねー。シュート回転な。おい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 、フォーク4。フォーク4はちょっとやだね。やべ、打ち損じ。いや、なりきりプレーの方が良かったやつか、もしかして。やーべー、待って、まず1本ね打っておきたい。お、チャンス。 OK、 フォーク入ってくる大谷君。さあチャンスで打率を上げていきたい。得点圏打率を上げていきたい。ハイボール。よしよし、しっかり見えてる。バッティングカウント、打つ。おい、ちょっと待てよ。いやー、敬遠ワンチャンあるなこれ。はい、外される。パワーボールは OK。 せーの、いった。グレート、打つなよ。ヒットエンドラン完璧じゃねえか。 OK、 おじい完璧なランだった。いやー、待て待て、盗塁したかったし。お、記録達成してる。おっと、負けちゃう負けちゃう。うわ、打つ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 。やべえ、うそ。待って、ここでヒット記録が止まりそうな気がするな。ちょっと待て、頼む頼む、もっと打席を回せ。チャンスでチャンスで打つんだ。いやー、打ち損じすぎてるだろう。うーわ、マジか。どうしようどうしよう。いや、とりあえずねとりあえずね。うわー、危な。ファーニバル、なんか名前がなんかすげえお邪魔女ドレミとかの歌にありそうだな。あ、それカーニバルだわ。チェンジアップ、よし打てた、よかった。止まるとこだったぜ、連続安打記録が。負けたけどね、いいいい、負けたけども、いや最後打ててよかったわ。でもさ、チャンスで、そうだよね、得点圏打率下がってしまうのがもったいないですね。オッケーオッケー、ファンが1人、残念。トレード期間が終了。さてと、なんだい。お土産を買う。瓦せんべい。へー、瓦に見立てて作られた甘いせんべい。麻雀で遊びたいと思います。麻雀をみんなでしよう。4人で中田翔さん誘ってみましょう。イエーイ、大先輩ですからね。いや、おじいの方が先輩か。人生の先輩ではあるな。半チャンで勝負。イエーイ、スキルが上がる。いいよ。ということで第3戦、今度は誰だ。さあ打とう。さっきは結構ギリギリだったからね、打ててよかったよ。えい、それとブルはめっちゃランナーに出るね。156キロ速くないか。やめろ前走は。もっと優しい優しい球でお願いします。年寄りに向かってそんな速い球投げるな。おい、ブルはめっちゃやっぱランナー出るね、いいな。おい、牽制そんなするなよ、バッター勝負しろよ。集中してないからだ。いやいや、オッケーオッケー。対左投手でねこんだけ打ててるといいね。もっと打とうもっと打とう。チャンスで打ちたいんだよな。やべ、対左でやられてしまった。
はい、やばいな、打率も下がるな。今日の1試合目絶好調だったのに。狙ってみよう、何を狙うか。あ、オール強振だわ。いや、バントしようと思ったんだけどな。はい、オッケー。いやー、打ってよかった。苦悶式行ってよかった。だった。さあ、もう1打席ある。待って、得点圏で全然回ってこねえじゃん。得点圏打率を上げたいのにな。川崎ムネリンだったら走れ。ムネリンではない。よっしゃ、オッケー。いやー、左打席の方が打ちやすいな、おじいな。はい、圧勝、3ホーマー、絶好調です。今日はあと3試合、いつも通りね、合計6試合やります。一回移動して、なんか休養日が一回挟むね。さてと、移動して練習か。 OK、 体力ないので休んで寝る。しっかりとね、体力回復させておかないと、おじいもう年なのでね、死んでしまうよ。さあ、ヤクルト戦か。 OK。 そしてエースと4番菅野さん、前のパートで超酷使されてたからな、かわいそう。さあ、打っていこうか。いきなり1点を失う。おし、チャンスだ。得点圏打率を上げていけ。そして原樹里さん、あ、やべ、うわー、原樹里さんのな、スロスターの間に打っておきたかった。待て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 、うわお、打たれ強さ B。 得点圏で打ててねえな今日な、困ったもんだ。スライダーシュートがめちゃくちゃ曲がるからね。やばい、走れ走れ走れ。いやー、マジかよ。大丈夫だおじい、1日1本でいい、とりあえずとりあえず1本打て。はい、全ストな。442442、変化球が困る。入ってくる。うわーっと、元から入ってたか。いや、ツーストライクであれ投げられたら無理だわ。危ねえ。よし、しっかり見えてるぜ、来いよ。よし、ラッキー、 JR 東日本。よーし、これで1年間乗り放題だろう、副賞だの。あー、負けちゃう負けちゃう。マジか、全然ランナー出ねえじゃん。なのに原樹里さん変わってたな、寂しいな。緩急持ち、155キロ、球速いピッチャーばっかなんだよ本当に。いや、これで入んの。うわい、空調効きまくり。負けた。空調弾よく飛ぶぜ。いや、ドームランっていうのかな。よっしゃー、2本ね、連続ホームラン。オッケー、チームが負けたがしょうがない。元祖神主打法の偉業やりたいと思います。ミッションがね、あのやりやすいのが、来ないと結構カットしてたんだけど、ブログ書きたいと思います。また前回のパートと同じやつだねこれね。夢を語る、夢を語ろう。なんかラブライブサンシャインの曲であったよね、エンディング。タイトル忘れたけど。ということで今日第5試合目、さあ行こうか。打てよ。おい、ランナー出てねえじゃねえか。さあ、対左、そして絶不調男。よし、これは打ってくれという変化球だな。211、よっと、ライ、オッケー、素晴らしいヒット。せーの、いった、オッケー。よっしょ、え、アウトだと、今のがアウトだと、嘘だろ、セーフだろ。やべ、うわー、完全にフォークにやられた。やべ、ゲッツ、まあいいや。いやー、対左でね、待って、投手戦なんだが、なんでなんでこんな絶不調の男に抑えられてるとは。巨人打線もまだまだだな。おじいが打ってないからか、おじいが盗塁ミス、そしてゲッツーしたからか。やべ、マジか、いいピッチャーなのか。ノムスケもね、あっと、おっと、よしよし、川崎走れ。いやー、どうしたどうした、急に打てなくなる現象あるよね。はいはいはい。さあ、対左 B ということで、おじいが
退治してやるぜ。バンダイナムコグループ、あそこにぶち当ててやるぜ。コナミのゲームだけどね。やーっとー、マジか。あーよかった、勝ったけど急に打てなくなる。なんでしょうね、怖いね、不思議だね。4-1。まあ連続ホームランは止まっても連続安打は止めない。お、ナイス盗塁経験値。失敗したのにな、いいの。ではブログまたまた行きたいと思います。おー、いろいろ増えてる。日常のこと、体のこと、同僚のこと。そうだね、ちょっと同僚の愚痴でも書いてみようか。同僚っていうか監督の愚痴だな。菅野さんがすげえ酷使されてる。それはおじいさんの仕事ではないのでは。怒られちった。調子乗ったのか、これは調子乗った判定なのか。それは辛いな。商店街行きたいと思います。麻雀しに行こうか。入れるよね、さすがに。この前断られた、また断られた。なんでや、しょうがない。街レベル上げるか、ブラブラ歩くか。で5万の出費だろ、意味がわからぬ。もっとね、麻雀のレベルを上げていかないとダメなんだな。ということで本日ラスト試合、頑張ろう。頑張るび、誰よ誰よ。せっかく来た広沢克己、引退試合で最終打席ホームランを打つ、かっこいい。さあ行こうか。広沢克己の前で、もう広沢バットは持ってるからね、あんま関係ないかな。スプリット、いい球だ。いやー、大瀬良さん、野村介と違ってすごく変化球多彩で優秀。球速も野村介よりあるしね。でもやっと、おっとおっと、エラーだよな。ヒット、せーの、いった、よっしゃよし、オッケー。さあこれは、さっきはねショート西浦さんだったね。西浦前ヒットってやつ、あれがね、倉本さんの前だったら本当にネタにできた。倉本前ヒット、JR 東日本だな。いや、その上行ったかな、セブン&アイ、その辺かな。さあ打て打て打て、ガンガン打て。パッ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 パー、パラッパ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 ラッパ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 ー。難しいね音楽って。結構自分でもずれてた気がする。いや多分そんなずれてないな。よっしゃ、オッケー。歌はずれててもタイミングはずらさん。イエーイ、 OG 絶好調だぜ。いやまたここで打てば6割乗るな。いや、やっぱ左ピッチャーよりも右ピッチャー、いや左打席の方が打ちやすいんだな。おじい、チャラララ、スライダースライダースライダー、よし、オッケー。いやー今のピッチャーライナーだいぶ怖かったね。せーの、いった、外される、よっ、アウト、へっすらしろや。マジか、はい勝ち。大谷君とおじい、いやいいね、素晴らしい快勝、あざす。いいね。ということで今日はここまでですね。次の試合もまた6試合の予定なので、調子が、おい早く盗塁上がれよ。よーし、元祖神主見事成功。あ、そんな打ってた。プロモデルスパイク、いやおじいモデルスパイク履いてるからいらねえ。てかね、もうスパイクとかグローブとかバットいらないんだよね正直。ということで最後は広沢さんから、何くれる。はい、まだこっちの方がいいね。上級守備術、これだったら本読んであげられるから。最後移動して次中日戦になります。今日はここまで。愛知に移動してきて中日戦、中日戦の後に受けたいミッションあるので愛知県能力研究所行きたいと思います。ということで今日のおじい、まあ初っ端サイクルヒットで絶好調だった。まだまだこれからも打っていきます。ご声援のほどお願いいたします。ということでバイバッチ。